長崎レイモデルはテレビ CM に出演したり機関誌に登場したりしてアミュプラザ長崎の宣伝をするほか、県内21の市と町の良さを PR しようという取り組みです。460人の応募の中からそれぞれの市と町を代表する21人のモデルが決まり、先日の任命式で一人一人に任命状を渡しました。大好きな長崎をパーッと明るくしたいと思いますので、よろしくお願いします。諫早の魅力を伝えつつ長崎県全体を元気にしたいと思っています。大好きな大村市をバンバン元気に笑顔で PR していきます。西海市の魅力を様々な方に伝えれるようにどんどん PR していこうと思います。川棚町の木村穂奈美です。クジャクマンを見に来てください。長崎レイモデルの任期は1年間です。見た目をきれいに、体をきれいに、心をきれいに。長崎県全21市町のきれいを私たちが発信します。長崎きれい、アミプラザ長崎。アミプラザ長崎が去年からプロデュースする長崎きれいモデルは21人。出身地の市や町の魅力をそれぞれの視点で同世代の若者に発信するのが彼女たちの役割です。2期目のメンバーは津島市、大村市、小値賀町、雲仙市の4人のメンバーが新しく入れ替わりました。私たち4人が加わった長崎レイをよろしくお願いします。長崎レイモデルの任期は1年間です。